チャオ、あっちゃんです。今日1月の8日、あっちゃんのお昼ご飯やねんけどね、子供ちゃんにね、チャーハン作って食べさせたらね、ご飯が足らなかって、で、あっちゃん、持ってきとりいいやと思って。で、あっちゃん、持ってきとりいいやと思って、在庫破棄、ハッピーハロウィーンということでね、ハロウィン仕様の、旨辛そば、にんにくラー油仕立て、ね、これ残ってたしね、食べとかなんで、まあ、賞味期限まだまだね、3月12日までなんだけど、もうね、ちょっと旬が終わっちゃったんで、まあ、紹介するほどのもんでもないんでね、抹茶のお昼ご飯に、まあ、食べましょうと。で、今日はね、まあ、祝日、冬休み最後の日ということでね、まあ、子供ちゃんもゆっくりゆるく過ごしたんですけど、宿題がね、まだ残ってるんでね、頑張っております。はい、っていうことでね、ご飯食べた後は宿題をしとるみたいでね、そのね、あっちゃんもね、ご飯を食べて、今日はまた、ごそごそとゆっくりゆるい時間を過ごしましょう、ということでね。今からそば食べましょう。はい。0秒で破ります。で、早く、ネギかニラか、ニラこれな。と、何かいっぱい入ってる。こんな感じね。そこに粉末スープ。粉末スープを入れて、はい、お湯が沸くのを待ちましょういうことでね、うまからにんにくラー油仕立て、1食あたり378キロカロリー、ニラやね、ニラと、フライドガーリックが入ってるね、はい、で仕上げにね、このニンニクラー油、蓋の上で温めてくださいで、もう0秒でいくんでね、ストーブで温めます。あ、じゃあポットの上置いといてんか、ポットの上置いとこ、今ね、県民賞、この前の県民賞4時間スペシャルビデオ見とんだけどね、今見始めたとこやねんけど、あれやってんねん、北海道のね、旭川醤油ラーメン、北海道4大ラーメンってね、見た人はもう知ってると思う。いきます、お湯入れます。はい、お湯が入って、そこにこれラー油を入れて、なんかめちゃくちゃ熱いらしいね、北海道旭川ラーメン、それも熱々をやけどしそうな勢いで食べたい言うてんねん。美味しそうやね。ちゃん猫自体からしんどいけど、でもそれはそれで美味しそうやな。うわ、すごいニンニクの匂い。では、もうね、出来たて、まだパリパリな硬い麺をね、まずよく混ぜて、はい、0秒丼でいきましょう。いただきます。うん、硬い。あ、これ肉の香りがぐっさっ、だけど辛い、めちゃくちゃ辛いわけちゃうけど、舌先がピリ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 する。スープ、あー、スープ美味しい、熱、
真っ黒けや。熱い。うん、おいしいね。函館から旭川から函館450キロまで、かゆいね。ニンニクのパンチとね、その唐辛子の辛み、うまいわ。辛い、辛い、うま辛。塩ラーメン、おいしそうやな。ちょっとほぐれてきたけどね、やっぱこの硬い目があっちゃんは好き、うん、函館のラーメン、豚骨の塩ラーメンだよ。美味しそうやね。北海道のラーメン美味しそうやな。ああ美味しい。熱い。うん、よいしょ。ね、動画編集しとった忘れた。なんか音出てる。これ釧路まで500円。すごいな。うん、スープが美味しいわ。うん、スープまで行きたくなるね、これ。美味しいけど辛い。釧路も醤油ラーメンないよ。なんか北海道って味噌ラーメンのイメージが強いけど違うねんね。
超シンプル。マジ。お腹いっぱいですね。ということでね、今日もねちょっといろいろやっていきたいしね。またね、ね YouTube もねちょっと真剣にやっていきたいなと思うんで、今日もちょっといろいろ動画撮って、まあ、子供も休みやしね、ゆるい一日を過ごしたいと思います。で、明日はね始業式やから。明日、まあ、この動画がある今日やんだけど、始業式やから、もうこの時間には帰ってきてるでしょう。はい。多分、もう10時半とか11時に帰ってくると思うんでね。送り出したら、すぐ動いて。で、多分始業式、また友達連れて帰ってくると思うんで、だから、ね、まあそんな感じで。で、10日、明日、明後日からね、もう給食始まるんでね。なんかあっちゃんもちょっと、YouTube 本稼働しながらって言いながら、ね、もう8日9日10日ぐらいから本稼働って言いながら、8日今日はね、まあ、子供の休み最終日やからちょっと子供と一緒にできることとか、まあね、子供がまあまったりしてる時にすることをしたりとか、で明日もトーク動画朝パッと撮って、あとまあね子供帰ってきたらちょっと何もできへんと思うんで、本稼働ほんま11日ぐらいからなんだからね、10日はね初恵比寿行きたいんで、まあそんな感じなんでね、まあ、今週ぐらいからエンジンかけてスタートしたいなと思ってます。はい、ということで、今年も本当よろしくお願いします。で今日の今年のね、まあ、本稼働でもまだ本稼働でもないような感じのあっちゃんの今日のお昼ご飯、季節外れのハロウィンハロウィンの、ボンベ、馬からそばを0秒で食べてみました。0秒どん兵衛あっちゃん結構好きで、もうカップ麺もこう湯入れてほぐれる前だと食べるの結構好きでね、硬いめのやっぱ麺が好きで、こうバリバリグニグニ、でもそばもやけどやっぱうどんの方があのもちもちやから、ある意味硬い時間長くてね、やっぱりどん兵衛うどんの、0秒があっちゃんは好きです。はい、ということで今日はうなとゆっくりまったり何かしたいと思います。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、今更やけどもハロウィンの馬からそば、美味しそうやなと思ったら高評価をで、もう売ってないかもわからへんけどもね、またあの来年こういうのが出ると思うんで、来年のハロウィンを期待してチャンネル登録して来年まで見てくれれば、来年じゃない今年のあれね、あの次回の、ハロウィンまでじゃなくハロウィンを超えてもずっとずっとあっちゃんのやつ見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。